皆さん動画のご視聴ありがとうございます。斉藤大我です。ちょっとついこの間あのかまいたちって知ってます？はい、お笑い芸人の。そうですよね、はい、かまいたちの濱家さんが、はいはいはい、あのマジックやってる動画見つけまして。お好きですよね。マジック結構好きですよね。そうですね。今回それを見ていきたいなと。はい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 。で、まあ、タイガさんプロマジシャンだと思うんですけど、はい、プロの目から見てどうなのかっていう。ああ、なるほど。わかりました。話していければなと。これどういうスタンスだ？これちょうど今週末、マジックの大会の審査員をするんですよ。あ、そうなんですね。審査員目線でいいんですかね。まあ、あの、お手柔らかい。お手柔らかい。わかります。これ、あれですか、相席食堂スタイルですか。僕が何か言いたくなったら止めたらいいんですか。あ、そう、ああ、そうです、そうです、そうです。ちょっとお待ちなさいって言えばいいんですか。ちょっと待てって。わ、すごい、もう学部長。フェロシップ賞の話。あなたは自らマジックを愛し、数々のテレビ番組出演に際し、マジックの素晴らしさを世に伝え、マジック界発展に広く。フェロシップ賞っていうのはどういう賞かというと、マジックをまあ、文化としてこう日本国民に広めてくれた人に贈る賞だから、出川さんとかも取られてます、ね、あ、へー。出川さんもマジックされてたんですよ、番組で。そうなんですね、はい、なんか番組とかでマジックをされている芸能人の方に贈られることが多いです、フェローシップ賞。もっと、ま、もっと、もっとうまかったやん。あ、でもシャッフルお上手ですね。なんかそう、シャッフルすごい上手ですけど、はい、あれですね、はい、で独特のタッチですね、まあ、一番オーソドックスなやつね、うん、はい、オーソドックス、じゃあ好きなところでストップでください。1枚選んでください、はい、カードいきますね、はい、ストップ。早く言わないと。なんやそれ。なんか面白マジシャンがいい。このトランプパラパラパラストップって言ってくださいって、ストップって言う前にトランプを落としちゃうっていうのが鉄板なんですよ。あ、鉄板の、はい、これもね、マジシャンの中で鉄板のやつですね。あ、そういうくだりが、はい、それを濱家さんがやってるっていうのが面白いです。おもろいと思ってくれてるんや。あーっていう。ストップ。ちょっと遅いな。もうちょっと早くお願いします。いきます。ストップ。早いな。なんやねんその。営業でやってそうなおじさんマジシャン。このもうちょっと早く言ってねで、はいはい、落とさないっていうのもここまでが。定型句なんですよ。あ、おもろいと思ってもらえるんやね、芸人さんにもね、言ったら、はい、ストップ。はい、じゃあこのカードね、はい、覚えてください。はい、おー、はい、ハートのキング選ばれまして、はい、オーソドックスなんですね。はい、はい、まとめたんですけど、これまた別の企画であったんですけど、今何のマジックをするかが分かりました。あー、やりましたね前。ちなみにどうなる？いろんなパターンがあるんですけど、これはでも言えないかな。使えることを言おうとすると、いや濱家さんその技練習してんだみたいな。ああ、テクニックを、そう、その技できるんだみたいな。結構難しいんですか？そうっすね、まあ基礎のうちの技なんですけど、あの奥が深い技なので、ただそれやるんだっていう驚きと、まあ、嬉しさがあります。あれですか、あのナルトで例えると影分身10人以上になれるんだ。ちょっとわかんない。あ、ちょっとわかんない。ちょっとわかんないです。基本3人だけどみたいな。いや、ドラゴンボールで言うと、はいはい、セルが太陽拳使う、うん、ああ、セルがあんなやべえやつみたいな人が、あの初期技、太陽拳を使うみたいな。はいはい、ああ。マジで？使うんすかそれ。みたいな感じの。はいはいはい。あの、熱さというか。今だから、濱家さんが太陽拳を使ってる状態です。ああ、なんかわかるような、わからないような。真ん中に入れますか、ね、はい。で、まあもちろん一番上も違いますね。はいはいはい。で、まあ当たり前ですが、一番下も違う。はい。真ん中の大体どの辺に入ったと思いますか？真ん中に上下の辺、ちょい上。もう本当に太陽拳やってるんですよ。一番上に上がってくる。上手ですね。なんかね、あのナチュラルなんですよ。変な力が入っていないというか、はいはい、あのやっぱり超大物じゃないですか、言ったら濱家さんって。度胸というか舞台慣れというか、はいはい、人の前で何かをすることに慣れてらっしゃるんだと思うんです。そういう人ってマジックめちゃくちゃ強いんですよ。
マジシャンってそういう人少ないんで、やっぱ何かの技をするときに体がこわばったりとか目線が変なとこ行ったりとかあるんですけど、非常に自然体でやられてるので、やっぱそういうとこはマジシャンがかなわないくらいの域に達してると思いますね。いわばね、我々が太陽拳使えるってなったらどうですか。めちゃくちゃどやりません。ああ、はいはいはい。太陽拳ってやるじゃないですか。濱家さんはできるけど、それをちゃんと自然体で太陽拳ってできる。なんかわかるよ、わかる。でもだって太陽拳する前に こんな初動を入れられたら、あ、今から太陽拳来るなって言って瞬間移動されるじゃないですか。悟空に。悟空に。されるんですけど、濱家さんは慣れてらっしゃるんで、つってくるんですよ。ああ、なるほど。食らっちゃうんですよ、僕。っていう強さがあるよっていう話です。わからんな。オーソドックスな中に出たのに上に上がってくるという手じゃないですかね。シャッフルがなんかやっぱり独特ですね。はい、ちなみにパッチが、まあでもこういう派閥もいるんですけど。選んでもらいたいですけど、はい、どうぞどれでも。はい。はい、で今自分の意思で選んでるんじゃないですか、山内さん。はい、それすごいっすね。さっきのハートのキングこの中に。ああ、すごい。見てください。はい、すごい。そんなに簡単な技じゃないです。はい。やっぱりすごく自然体でやられてるので、非常に上手だと思います。やっぱ気配がしないんですよ、その太陽拳の。気配しないのってすごく大事なんで、で気配を消すためには指先の技術もそうなんですけど、どっちかというとボディコントロール。というか自分の全体の体からにじみ出るこう空気感みたいなのがを制御するのが必要なんですけど、それが非常にお上手なので。じゃあ山田さん、さっきから選んでるこのハートのキングを好きなとこにどうぞ。え、はい、はい、入りましたね、はい、これ、あ、もちろん僕も知ってるカードなんで、これハートのキングですよね。間違いないですね。ハートのキング、間違いない、はい、このハートのキングを中に入れて、はい、最後グッと押し込んでください。面白いタッチだな。すごいことしてる。すごいことしてる。すごいことしてる。なんかタッチが面白いんですよね。何回かもうマジックバー出てる人の動き。新人マジシャンとして。いやでもそうですね。今ちょうどおっしゃられてたんですけど、マジックバーで出てる新人マジシャンとかの域は超えてると思います。一時、マジでずっとトランプ持ってコイン持ってっていう時期あったから、ね、2年間ぐらいマジックめっちゃハマってる。コインロールできはるんや、すごい。めっちゃ下手なんだけど、最初ね、これから始めたんですよ、このコイン。トランプだけじゃなくて、コインもできるんですね。僕コイン全然触ってないんで、こんなに早くコインロールできないですね。うわ、500円玉あるじゃないですか、はい、500円玉とこの1枚、2枚、3枚、4枚、これ4枚のジャック、うん、4枚のジャック使ったマジックなんですけど、はい、4枚のジャック、はい、これも結構難しいんですか。これむずいっすね。カード1枚置いて、まあ、いいマジックなんですけどね、まあ、もちろん今置いてこういう状態ですよね、うん、でもこれをこう持ち上げて移動させて落とすと、うん、こっち2枚になるんですよ。はい、こっちも一緒、持ち上げて移動して落とすとこっちも3枚になる。すごいことで、最後は1枚こう取って握り込んで、うん、カードで仰ぐと消えてこっちに出してる。これ相当すごいことしてるんちゃう。すごいことしてるんちゃう。ほんまマジシャンの人の意見が聞きたいよ。すごいことしてんちゃう。全然全然まだまだ着々来そうマジ。うん、お上手だと思います本当に。僕はこの4枚のコインのマジックはやりたくない。やりたくない。やってる側にストレスが結構かかるマジックなので難しいんです。難しいんです、はいはいはい、やりたくない。やれと言われたらやるけどやりたくはないみたいなジャンルなんで、それをじゃあマジックやってよってレパートリーに入れてるというところがすごいなと思いますね。僕がいいって言うまでちょっと手動かさないですね。もうちょっと出た、はい、でこれで動かないんで、はい、でこれ持ってもうちょっとこの辺 でこの握り込んだコインこうするやんか、はい、で消えてこっちに乗ってる。すごいよ。うん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 。
うまいですね。目線の誘導というか。山内さん自身は全く感覚ないよ。乗せられたっていうのはほんまに分かんない。握り込んでこっちから出てくるっていう。これはもう基本的なマジック。すごいですかね。なんかオーソドックスにやってたのは、もう一回練習しようかな。まだあるんですか。すごいよ。藤井明さんの。これよく見るやつで、そうですね。藤井明さん。先輩東京ですよね。何よりもやっぱその濱家さんの持ってるパワーが強いです。もちろんお上手なんですよ。テクニックもお上手なんですけど、やっぱ大物になるだけのやっぱそのオーラと余裕と、まあ、あるんですよ。人間力みたいなのが、度胸みたいなのが、もうマジックににじみ出てるので、そこがやっぱこう素人には真似できない。まあそうですね。現場にマジックバーの現場に立ってるようなプロマジシャンの意識は超えてるんじゃないですか。で、喋りがうまいってなると思う。もう太刀打ちできないと思います、マジシャンは。じゃあ濱家さんと同じバーに立ちますってなるとかなり強敵。敵って言ったらですよ、同じバーだったらもちろん仲間なんですけど、そのバーでトップを取ろうみたいな話になった時には強敵になるような存在だと思います。なんかこう濱家さんに似合うマジックというか、だからこそ向いてるマジックみたいなのをゴリゴリに身につけていったらやばいと思う。今は本当に本人もおっしゃってましたけど、オーソドックスなマジックを見せられていたので、やっぱマジックでも尖ったジャンルがあるんですけど、濱家さんにぴったり合うような尖ったジャンルをこう見つけてしまったらもう大変なことになると思います。じゃああれですね、もう太陽拳以上の固有の、いやそうなんですよ、技が見つかれば、そうなんです。だから濱家さんが太陽拳使うのっていうのはすごいんですよ。セルほどのやつが、セルほどのやつがって言ったらですけど、まあ、ドラゴンボールの話で言います、セルほどの強敵が太陽拳を使うっていうのはすごく衝撃的、熱い展開なんですけど、なんかセルが、セルの必殺技ってなんだなんかセルって固有の必殺技の名前ありました？まあ、ちょっとセルじゃなくなっちゃうけど、フリーザが例えば太陽拳使ってたとするんじゃないですか。はいはい。もうフリーザめちゃくちゃ強いやつなんですけど、そいつが太陽拳使ってて、うわ、すげえ。あ、そんな我々が使ってるような技まで使ってしまう。じゃあもう太刀打ちできねえじゃねえかと思ってたのに、デスボールを覚えてきた。はい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 。嘘でしょ。もうじゃあ何もできないじゃん、みたいな状態になります。じゃあ濱家さんにはぜひデスボールを覚えていただいて。いやー、もう、そうなるとね、マジシャンテレビ出れなくなると思う。二宮くんしかり、濱家さんしかり、うまい芸能人の方々が出てきてしまえば。マジックって手先の器用さももちろん重要なんですけど、もっと重要なのはその、人間の方なんで、そういう方々がマジックを覚えると強いですね。非常に強いです。大会お待ちしてます。